1日目の最後は海中鳥居に来ました。ちょっとね、潮がね全然満ちてなくて全然海中じゃないんですけど、夕焼けと海と鳥居がめっちゃ綺麗です。いやー、海に浸かってるとこも見たかったな。またリベンジします。佐賀のいいところ、のどかで、めっちゃ住民が挨拶をしてくれる。なんかお野菜とか果物は結構もらえる。道路が混まない。駐車場が安い。おー、結構なんでも安い。あと自然がたくさんあって、して、建物が全部低いので空がとても広くて綺麗です。はい。佐賀最高。待ってよ。どっちどっち。